アリサです。ということで、アリサが先日原宿に行って終わりました。先日よね。それで5000円企画をしたので、その購入品を紹介していきます。それではスタート。ティアラチャンネル。はい、まずはエチュードハウスさんで購入したものです。いきます。じゃじゃーん。エチュードハウスさんのラブリークッキーブラッシャーチークカラーズチークです。開けてみよう。これはね、こういう色が持ってなかったから可愛くて、なんかさ、見た目も まるで可愛いよね。だから買ってみた。じゃじゃん、こんな色です。これは秋にちょうどいいかなと思って買ってみました。次行きます。次はじゃじゃん、こちらはマイビューティーツールエティスタンドヘアブラシです。これここに、わかるかな、ここにね、猫ちゃんがあって、出してみると、ブラシなんですけど裏に鏡があります。こうやってしててもわかるし、これ研いだらね、いいよね。あとね、これ立つんだって。わかんないかな、立ちます。こうやって立つことができます。次、じゃじゃん、サンキューワードさんで購入したものです。まずはじゃじゃーん、これは秋にぴったりかなって思ってリップを買ってみました。紫、赤紫のリップです。これはね、流行るって聞いて買ってみました。次はじゃじゃん、これは友達にプレゼントするんですけど、チークのチークパレットを買ってみました。可愛くない？これキラキラしてる、このだから買ってみました。そしてこれは感謝の一品で、いつもね、レッスンでね、先生からいろんなことを教わっている、レッスンの先生にプレゼントです。じゃじゃーん、可愛くない？似合うかなって思ってキラキラしてて可愛いので買ってみました。おしゃれで、これはで、次は自分用、じゃーん、可愛くない？これはイヤリング、紫が好きだから紫のイヤリングを買ってみました。じゃあつけるね、片一方だけ。じゃん、いや大丈夫、はい、こんな感じです。これね、ほんと見た時って思って買いました。じゃあ最後、じゃじゃん、これはサンキューワードさんで購入したスポーティー風なバッグだね。こんな感じ。これすごくない？でね、これのバッグとこれも合うかなって思って買って、でこれね、たくさん入るから買ってみました。ティアラチャンネル。ということで、アリサが原宿で5000円企画をしてみました。そして購入品を紹介しました。バイバーイ。え、感謝してるって俺のは？いつもそばにいるじゃない。